じゃあコマのキャップを外します。飾りを用意します。ちょっと長いので切ってしまいます。このままだと貼りにくいので使いやすく折ります。両面テープを貼ります。この中央のところですね、貼りたいところに一周このぐらいかな、必要な分カットします。紐を巻くときはピラピラが邪魔なので輪っかのあるやつを使ってみるといいですよ。このまま巻いちゃって、あとは投げるだけです。ちょっと軸の上を押さえると投げやすい。